西の劉備。ここに魏、呉、蜀。Oh, I'm an idiot. Hold on. I was gonna switch characters, that's right. So yeah, let's skip all this. And then I'll do it live for, then I'll do everything over again for, Shahuba. Okay, let's skip it. Yeah, that's right, it starts out here. Wait till that autosave. Okay, let's just... hours, 94,580 KOs. So it'll probably be Shahuba that gets us over 100K. And if not, Wang Yuanji will get us there. Alright. So let's reset it for everyone on that's watching on YouTube. Welcome to back to my stream. We're playing Dynasty Warriors 9. This is Jin Chapter 8. And we're going to start with Shahuba. Kagayaku Yoroi Musha. Kako Chuken. San Zhou. の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬長らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び天下への夕日の気を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉書を治める覇蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀三国鼎立の世が訪れた。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。西に益州の劉備、東に江東の孫権、そして南に慶州の関羽。どこかを攻めればどこかに攻められるでしょう。うん、だが動かねば乱世は収められん。攻めれば攻められるならば攻めねばいい。毛徳、奴らはさておき、益州の北、漢中はどうだ。漢中ってと長老か。劉備たちに比べりゃどうってことねえ相手だな。とに、なんで今ここで長老なんだ。漢中、なるほど、漢中か。いいですね、加工トン殿。漢中を制すれば益州の劉備への抑えにもなります。よし、迅速に漢中を取るために戦力を集中させる。ですが殿、それじゃ結局東に背を向けちまいませんか。漢中を攻める間に
合皮をつかれたりしませんかね。それも考えてある。学信、利天、息の合うお主らならば孫悟の軍を退けられよう。合皮の守備引き受けてくれるな。そう来ると思ってましたよ。合皮は俺たちにお任せを。利天殿の足を引っ張らぬよう奮戦します。うん、任せたぞ。そして長領、お主を合皮防衛の大将に任ずる。利天と学信をうまくまとめ孫悟を退けてくれ。承知しました。長文苑、神明をとして合皮を堅守しましょうぞ。ああ、そうきますか。これはちょっと予想外だったわ。三人にはすぐに合皮へ立ってもらう。残りの者は天水へ向かえ。速やかに長老を倒し、漢中を掌握するのだ。あらかた準備は整ったな。さて、気合い入れて漢中に向かうか。ちょっと待った！おいおい、遅かったじゃねえか。初陣で寝坊とは、我が息子ながらふてふてしいぜ。河口派、あざなは中堅、義の名将河口園の息子である。名門河口一族の将として周囲の期待を集めていた。三国鼎立の時代、曹操は益州を得た劉備を警戒。河口園らを引き連れ、益州の北の漢中を抑えようとする。河口派もこの遠征に参加し、初陣を迎えようとしていた。いやいやいや、この鎧が重いんだって。って何ジロジロ見ちゃって。どっか変かな。いや、その鎧なかなか似合ってんなと思ってよ。送った甲斐もあるってもんだ。孫にも衣装っつうか、我が息子ながら凛々しいぜ。父さん、まあほどほどに頑張れよ。知ってっか、その鎧怠けてるとどんどん重くなるぜ。またまた冗談でしょ。え、いやいや、まさか本当？冗談に決まってるだろうが。我が息子ながら素直なやつだな、お前は。つか、敵にこんな風に騙されたりすんなよ。やっと漢中に着いた。おいおい、なんだ息子、もうへばってんのか。こっからが本番だってのによ。やはり孫悟の大軍が合皮に侵攻したようです。長領らがやすやすと負けるとは思わぬが、大軍となれば楽観はできぬか。援軍を出した方がよかろうな。だがどこから援軍を出す。巨匠周辺の兵は動かせんぞ。満朝、慶州はどうだ。関羽が孫悟と連携する気配はあるか。いいえ、慶州に目立った動きはありません。劉備は覇食の統治に専念しているのでしょう。また劉備は孫権からの慶州返還の要請を断ったようです。まあ初めから返すつもりはなかったのでしょう。孫悟と組みつついいように利用するとは、劉備の軍師諸葛亮とはとんだ食わせ者ですね。うん、慶州が膠着しているのであれば、いくらか孫悟の方へ兵を避けるか。巨匠に伝令を出し、合皮への援軍を編成させよ。
我々はこのまま長老を撃つ。合皮の動きは結果としてなおのこと、この漢中を抑えることが肝要であると示した。漢中は破色の地から長安へと抜ける道、東西の戦線を安定させるためにもこの地はわしが掌握せねばなるまい。ですな。んじゃちゃっちゃと長老を倒しちまいましょう。よし、ちゃっちゃと漢中を取っちまうぞ。どうですか、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。 Okay, let's go to a town first. Now let's go there first.敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。Oh, it's the Buster Sword. I might as well get our horse first. Umaga goiryo de. Mata, omachi shite masu. I saw him on the head. いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。Now let's go to Smithy. いらっしゃい。Oh, I need silver. Okay.
Well, I gotta find myself some silver. Let's find ourselves some silver. Quality resin there. You can always use quality resin. Ginger. Plutonium. Here's some silver. Find a place to climb. Go to Tian Shui. いらっしゃい。毎度だ。
Okay, then let's reforge. Oh yeah, let's use these. I don't need to do that. Should we do first? Yangping Gate, maybe? Okay, it's odd that I end up on that side of the wall. That side of the cliff. And he mostly goes for home run swings. Yeah, it's mostly built off of single strikes. Slow, powerful stroke. Swings. I might as well go there. Actually, wait. が落ちてしまったのか。やはり義軍に勝てる見込みなどないか。なんとか義の将に接触できないか。そうすれば願い入りの三段も。傭兵官が落とされた。 嘘だろう。
の戦線を突破できましたな。いざ進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って漢中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよう。寄っているのだ。負けることはあるまい。あれは魏軍の。そこのお方、お待ちください。我が軍。私はきっと。長路に見切りをつけた直後に現れた義軍。これはもう、このことは誰にも言っておりません。無論先立つ。おやおや、こんなにもいただけるとは。このご恩にはきっと報いてみせますぞ。ではあの要所の門を開けてみせましょう。きっと驚かれると思いますよ。このことは絶対に長路軍に漏らさぬよう、よろしくお願いします。All right. でございます。敵は漢中の火攻めを画策しております。そこで城門を開け放ってはどうでしょう。敵は策と思って近づかず、退路も作れます。要所を落とされた今、大胆な計が必要か。その策を信じよう。兵を門を開けるのだ。成功だ。俺もやるときはやるぜ。反復捕まつった。これぞ武の神髄。孤立したところを狙われたか。覚悟を決めて挑まねばなるまい。Where is he? Don't tell me I glitched out this mission too. Kind of.
might have. Better turning radius. Kingdoms equivalent to Vel'Koz. Inkeep assist. Is Pang De spawned yet? There he is. Sonata wa tōkō o susume to. Hei no shiki wa hikuku. 勝利はそなたの提案。よかった。死なずに済んだ。宝徳様、俺たちの命を一番に気遣って。自分の立場もあるのに、なんと寛大なお方だ。 And it gets him killed in a couple of chapters. Actually, one chapter from now. Yeah, it's chapter 8. That's what I was waiting for. Yes. I'll use my moveset on him. Yosho's策、生かしきれなかったか。この戦、いよいよ厳しくなってきたな。 Holy crap, that's a really slow burn on his.
には手出ししないでいただきたい。やったな、父さん。これで艦中は俺たちのものだ。 I have the power! 枕だったな、息子よ。偉人だったぞ。Oh, Shahu Yuan's his proud daddy. So, so, Dono. So, Legashi, no, Kandai, Naru, Shogun. Shinjin, no, Shai, O, Hyosu. Saredo, Naraba, Koso, Toasete, Itadakita. Naze, Nido, Mademo, Yaiba, O, Muketa, So, Legashi, O, Skuare. Iksa, wa, Tenka, Kara, Tayasane, Ban, Naran. Naga.天下から人を絶やしてはならぬ。お主ほどの優勝を失うはあまりに損失よ。明快な答えに感謝する。またそこまで評していただき、後人の極み。報徳よ、時代は今激動の時を迎えており、わしはここを乗り越え乱世を収束させねばならぬ。そのためにお主の力を貸してくれぬか。承知した。今それがしはこの姓に新たな意義を得た。法令明、以後は曹操殿の先兵として働か。うん、頼みにしているぞ。父よ、艦中は完全に掌握した。この先はいかがされる。将兵に余力がある今ならば連戦も可能かと。うん、だが兵站の維持は厳しかろう。現状長安からの輸送に頼るしかないのだからな。恐れながら申し上げます。お主は芝忠達です。劉備は破食の地を得てから日が浅く、領内を掌握しきれていない状況です。このまま余勢を借り破食益州へ攻め込むべきかと。お主の言には一理ある。今ならば劉備の首に手をかけることもできよう。だが慶州には関羽、合肥には孫権がいる今、これ以上踏み込めば必ずや後輩を疲れよう。これはわしらに限った話ではない。劉備と孫権もまた同じ思いをしておろう。この三者、三国の関係はそういう性質のものよ。ならばこそ決着を急がず三国の均衡を崩すことが先決と。失礼、千両申し述べたことご容赦ください。構わぬ、今後も存念は何なりと申せ。艦中には維持に必要なだけの兵を残し、残る軍は東の合肥の戦線へ向かう。しかも全軍に通達せよ。加工殿、加工園、お主らに頼みがある。どうしたんです殿、そんな風に改まって。今孫羽に圧力をかければ我らに対し劉備、孫権が構えるという、この均衡を崩せるやもしれん。だがそれにはお主らの協力が必要だ。要はお前の無茶に付き合えというのだろう。何を今さら、いつものことではないか。で、俺たちは何をすればいい。劉備を艦中へと誘い出し、その間に関羽を撃つ。何だと。艦中は覇食にとって喉笛。わしが兵力を手薄にすれば奴らは喜び勇んで奪いに来るであろう。同時に孫権と慶州攻略の密約を結ぶ。慶州の奪還は奴らの絶望するところ。関羽を共に討とうといえば断りはすまい。
確かに奴らの同盟は危ういものとなっている。尊権をこちらにつけることはできるだろう。だが劉備どもにこれを蹴取られでもすれば漢中と慶州を一気に失いかねんぞ。そこをバレないように漢中をきちっと守りつつ、ひょっとすると攻め取れそうに思わせる。なかなか大変な芝居ですな。慶州へ兵を回すため漢中には精兵を残し、兵の数は減らす。これだけでは策を感づかれるやもしれぬ。だがその精兵を率いる師匠が我が国王であれば、まず疑われることはないだろう。そこで俺たちの出番というわけか。分かった、漢中のおとりは俺がやろう。いいってトンニ、そっちは俺の役目だ。慶州には漢を打ちに行くんだぜ。その戦いにトンニーがいないってのは嘘だな。ねえ殿、ならここはこの加工妙斎の出番ですな。うん、任せた。劉備は兵力を整え全力で攻めてこよう。かなり危険な役目になるが、頼むぞ加工へ。なんの、一番大変なのは殿でしょ。これから西へ東へ行ったり来たり。もう若くないんだから無理しないでくださいよ。うん、言ってくれるな。漢を打ち、三国の均衡に楔を打ち込む。頼んだぞ二人とも。ああ任せておけ。さて孫権との密談の場所を決めねばならぬか。今までの関係を変えようというのだ。あえて因縁ある術光あたりがよかろうな。Don't I get thrown into this one right away? 漢中に攻めてきた。この漢中は絶対に守り抜かなきゃならねえ。けど器用な。ああ、なんと秀麗なコブでしょう。この趙春外、花公園将軍のもと、美しく漢中を守り切ってみせましょう。父さん、そんなに気張らなくてもいいんじゃ。なに息子よ、覚えておけ。俺様くらいになるとな、特段気張らなくたっていつでもたぎってるもんよ。ああそこはそれ、男の年輪ってやつだ。お前はお前で自分らしくやるこった。はあ、一体どうしたんだ急にあんなこと。縁のやつ、いつになく気負っているな。やっぱりそうなんですかね。自分で器用なって言ってるくせに。俺もあんな父さんを見るのは初めてです。お前は大丈夫そうだな。縁をよろしく頼むぞ。え、俺が父さんをですか。あ、父さんの力になれればいいけどな。さて劉備どもを追っ払うとするか。この漢中は絶対守り抜くぜ。徳軍の士気はかなり高い様子。花公園将軍、ここは慎重に参りましょう。譲ってもらうことは、これは義にとっても幼稚。
私の命に変えても守り抜く。やだ。装備の高まりに破損があるとのことです。おいおい、そういうのはしっかりしとけよ。I'm not OP yet. なんと輝かしいご活躍。ああ、眩しすぎて呼吸困難を起こしそうだ。All right, there are a bunch of missions up there, which I think I'll do most of them. I assume my help in this mission is必ず
再び立ち上がる。さすがは俺の息子だ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を散。これ以上は厳しいよ。というわけで、さよなら。役目を果たせたけれど、一度欲しいものを敵をすり抜けてしまった。結果打ち取ったぜ。勝利はいただきってな。迷いのない戦ぶりですね。そのお力、時に羨ましく感じます。格好派殿、なんと輝かしいご活躍。ああ、眩しすぎて呼吸困難を起こしそうだ。Won't need that. Probably not gonna use another move set. Go to the storyline battle. Really, I should have saved the move set that I used on Zhang Liu. On Zhao Yun Fa Zhang battle. Oh, I like that. I should use that more than I do with my launcher. On this one, they're both overpowered. Yeah. ところ見せずに済んだな。時は熟しました。この戦車部隊、進軍を開始してください。月勢殿からの合図があったぞ。トラ戦車部隊、進軍開始。俺の見たことがまんまとはめられたか。勝利はいた
切ってな。素晴らしいご活躍、お見事です。油断しましたね。伏兵部隊、今です。ようやっと出番ですね。さあ、ここから暴れさせてもらいますよ。奇襲か。正面から勝負に切れがれってんだ。これ以上、皇后様、申し訳ありません。聞きましたか。少々無理をさせてしまったようですね。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。輝かしいご活躍、ああ、眩しすぎて呼吸困難を起こしそうだ。よし、セメロ。Gather a lot of treasure boxes around here. Shoe brocade. I don't see that anything anywhere here. The heck? All that was in there was a vitality pill. That huge box, and all that was in there was a vitality pill. That didn't even tell me what was in there. I don't know why this is happening, but...
よですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。So the weather escalated pretty quickly. I think I'll go ahead and do that battle, Bashi. Capturing GMN Gate. I can't see anything. せめて散り際は私が美しく彩りましょう。Oh, he's trying to get away, I think. この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。お見事、見せつけてくれますな。
right now, Wang Yi is the only one there. Yeah, he is trying to run away. Don't let him get away, didn't let him. I'm gonna have to pop one. And another. And no one needs to know how hot dogs are made. Not exactly.
No, and then I'm gonna have to see the cutscene where Zehuba. Kyukoku, Kakouen Shogun, Tekisho Kouchu ni utare, senshi nasaimashita. Fousan ga. Ustaro. まさかそんなああなんということだ将軍を失った動揺は兵たちも同じでしょうこちらは今とても戦える状況ではありません一度撤退し防衛線を引き直さなければ各愛殿兵の指揮をお願いしますそうですね私たちで少しでも多くの兵を守らなければさあ参りましょう加工派殿分かったOkay, yeah, now we have to now I have to go a long ways.まさか花公園将軍が撃たれるとはまだ信じられぬあのお方がこれはまずいことになりましたな劉備は全軍を引き連れて漢中に侵攻している縁を討ち取ったことで漢中を取れると確信したのだろうおや、思ったより冷静でいらっしゃるようだ花公園が命を落として用意してくれた状況だ失敗はできぬこのまま漢中に踏みとどまり劉備軍を迎撃する芝居慶州に動きがあればすぐに知らせよ承知しました劉備は帝軍山に構えているようだな奴を完膚なきまでに叩き漢中を奪い返すぞ今回心は張り詰めてるね状況はまるで違うが炎上を思い出すよられ導かれここまで来たのだこの大使必ず貫いてみせるこの地の攻防は戦局を左右し得る私たちで守るぞここは通しません私とトラ戦車が相手となりましょう負けるかよトラ相手の勝負には覚えがあるんでなついておくか狙うはあの地だ行くぞ私のトラ戦
戦車をものともしないと。かえって共感を考えることにしましょう。勝利はいただきっつってな。いやいや、立派立派。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。この先へは行かせぬ。趙子龍が相手となろう。諸君の名将趙雲、相手の不足はない。受けて立とう。お見事な戦い。ここは引かせてもらう。決勝打ち取ったぜ。勝利はいただきっつってな。反復捕まつった。これぞ武の神髄。すごいな。さすがだ。諸葛亮殿、詮索は不要でござる。拙者が今ここで飛行を打ち果たさん。守りに使おう。勝利はいただきってな。感服つか。
これぞ部の神髄。ご活躍。ああ、眩しすぎて呼吸困難を起こしそうだ。
彼の策は大変。なるほど、堅実な。おお、援軍が来てくれました。これで私たちの策にも幅が出るでしょう。敵陣に乗り込むと、やるからには徹底的に蹂躙しよう。方正はなるほど、堅実な。してきた。行き倒れる前に戻って補給だ。方正はこん。なるほど。の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。発光波ドロー、なんと輝かしいご活躍。ああ眩しすぎて呼吸困難を起こしそうだ。俺の軍団を突き崩すとは、この報い必ず受けてもらうぞ。敵将撃ち取ったぜ。勝手くつかまつった。エゾップの神髄。お見事な腕前、それがしも習いましょう。おお、方正が引いていきます。おかげで助かりました。感謝します。
場が騒がしくなってきたろ。そろそろ頃合いじゃな。わしは引くぞ。いや待て、コーチ。あいつは父さんの仇。絶対逃がさない。今頃俺も、あの、本当にありがとうございます。よし、成功だ。俺もやるときはやるぜ。様の邪魔する気だな。そんなの絶対に許さねえぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。守りは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。呼吸困難を起こしそうだ。先を考え、ここで無理はできない。
今は引いておくべき。勝利はいただきってな。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。何を召し上がりますか？またのお越しを。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。
ありがとうございました。戦は気楽だ。そうそう、お前に艦中は渡せぬ。神の目、皆の必ずや退けん。敵を蹴散らせ。我らの進む敵は誰にも阻ませぬ。やるな。強くなければ敵とは言えぬ。いっとくか。散らしてやるぜ。放送ゆかりの地を追われるとは。だが私たちの道はまだ終わりではない。敵将、撃ち取ったぜ。お見事な腕前、それがしも習いましょう。全然、班長が関羽の軍に包囲されました。ここまではわしの絵図通りか。ならば艦中にもう用はない。なんと、そういうことですか。艦中を餌に関羽を釣るとは、さすが曹操殿だ。艦中の戦はここらが潮時であろうな。曹仁、お主は満朝と宝徳を連れ先行して繁盛救援へ向かうのだ。承知しました。関羽の勢い、必ずや自分が止めましょう。軍神関羽、死力を尽くさねば勝てぬ相手か。それがしも花崗園殿のように死の本分を全うせぬ。花崗殿、わしらも準備が整い次第繁盛へ向かうぞ。いや、毛徳、お前は休め。短期間で艦中と合皮の間をチョークし厳選したのだ。さすがのお前も疲れがにじんでいるぞ。書こうと縁も言っていたろう。もう無理はするなと。慶州は俺たちの手で決着をつけるぞ。毛徳には戦勝の宝刀外貨だけを聞かせるのだ。わかった。ならばお前たちに任せよう。今こそ軍神関羽を討ち、乱世の均衡を打ち破るのだ。Is that it for the chapter? Yes, it is. All right, I'm gonna go take a break, and then I might come back later for more, for chapter 9. It'd be a good place to stop for the night, at 9. Give me a few minutes and then I'll figure it out. Thank you for watching again, and I'll see you next time.